本日は、以前ですね、こちらのタングルティーザーの、これはサロンエリートだったかなを穴開けて水抜き穴と空気穴ですねやりましたということです。お前触れなかった、ちょっと探してください。で、なんだ携帯用のやつね、なんだあれは、あれはなんか忘れましたけども、次はねこちら、リアルガチのヘアブラシの方ですね。これをね、これもねやっぱし水がねやっぱりねどうしてもパッキンから入るということで穴をね開けていきたいと思います。おーい、アシスタントのクリさん、はーい。なんで今回はですねこっちですね、こっちに一発開けてこっちに空気穴を開けようかなというふうに思います。ね、ジャンル分かった？これを調べてください。はい、それではまあ今ジャンルを調べてもらった間に穴を開けていきましょう。はい、クリさんおいで。てかてっ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 てかてっ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 てかてっ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 て開けまーす。ドリームブラック、これ旧称ザ・ウェット・ディタングラー、ウェット・ディタングラー、ウェット・ディタングラー、概要欄に載せてください。はい、あ、濡らして OK ですね。あ、近づかれんよ、キューちゃん。あんまり穴開いてないね、これ。空間がないんじゃないの、これ。わかんない。なんか穴開けた感じ、空間がないけどね。いや、あるわ、空間。めちゃめちゃでかくなったけど、まあいいか。水が入って、水が中で悪さするから、だったら水を抜く穴を開けちゃおうってことよ。すげえバカでかい穴になったけど。あ、近づかれんよ、キューちゃん。大丈夫ですか？撮影中ですよ。これはなかなか難しいですね。もっと小さい穴を開けた方が良かったなというふうに思っております。でかいな。次はこっちを開けましょう。空気穴ですね。ちょっと開けようか。クリちゃん、向こうから掃除機を持ってきてください。あの白い掃除機。これはなかなか難しいですね。空間が狭いから。ああ、はい、そういうことね。あの、ぼっこりしてるのと違ってね。クリさん、見つかりましたか？怪我しないようにね。もうちょっとか。まだ6分だ。あ、そうです、そうです。あと、電池を持ってきてください。えらい、えらい、えらい、えらい。クリちゃん、クリちゃん、えらい。電池も中に入ってたはず。電池が、あの、その、ケースの中に入ってたはず。それ探してきてください。電池って、うん、電池か。重たい電池。重たい。うん。あ、水入ったね、これね。濡れてるわ。うん、だからやっぱり、乾かした方がいいね。バレだけど。これはなかなか一番難易度高いかもしれない。他の形状見てないけど。いや、さ、持ち手があるから楽なんだよね、うん。携帯用じゃない、これ家用だね。これは携帯用でいいけど。それそれそれ、落とすな、それ大事な。それも2万円ぐらいするんだからな、それだけ。高いんだぞ、それ。ずっと壊れないように。うん。
うん、純正品。おお、そのガジェットも落とさない。あ、危ねえ。やった。大丈夫？大丈夫。怪我してない？大丈夫。危なし。か。リクはね、ちょっとね、カッターの使い方をね、誤ってね、折れちゃったっていう。危ないね。なんか取れないな。ちょっと汚いけどな。なんで汚いんだろう。ん？あ、出た。ドロワーで拭いた方がいいか。まあ、使っていくうちにね、中のゴミは取れていくでしょう。はい。こっちが空気穴、想定としてはですよ。こっちが空気穴で、こっちが水抜き穴ですね。水抜きの方がもうちょっと滑らかにしたいところ。ただ、まあ、乾かしておけばね、吊るして、洗濯バサミかなんか、まあ、ハンガーでも何でもいいんですけどね、挟んどけば勝手にね、水気は取れると思うんでね。やっぱり濡れてましたね、なんかね。ここがやっぱり浮くんですよ、バッキンがね。どっちにしろ。で、中で水が入るというね。結局、タングルティーザーはね、水抜き穴最初に開けた方がいいのかなと。まあ最初というか使ってからね、まあそれが寿命といえば寿命なんでしょうけども、少しでも長く使うためにね、やっております。アシスタントがどっか行きましたね。シンガポール出張所にちゃんとあれだね、クリさんって名前のアシスタントな監督者タイガーさん。だいぶいい感じだったから、これで水抜けるかな。クイちゃん、キュウが来ました。キュウ、キューは悪さしないように。キューちゃん、キューちゃんカレー。ちょっと割れながらうまくできた。キューちゃん、キューちゃん、かわいいですよね、どうぞ。うん、これでいいんじゃないでしょうか。おい、クリさん、クリさん完成したよ、一応。こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。はい。画面の上だよ、画面の上で。おもちゃは持ってこない。はい、そんな感じで、あとはね、ここら辺をきれいにしながらやっていきたいなというふうに思います。で、本日使った道具はこんな感じですね。はい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 と、はい、インパクト、そっち行くな、揺らすな。はい、そんな感じでだいぶ汚してしまってましたけど、あとでまたね、サムネイルの写真を撮りたいと思います。はい、クリさん、それ最後のお締めの挨拶してください。え、なんだっけ。それでは、明日もやるぞ。それでは明日もやるぞ。やるぞ。ご安全に。ポーポー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 。ポ